オテニオ・アーベルはオーストリアの古生物学者であるウィーンに生まれた法律と自然科学を学んだ。1898年頃には地質学者のエドアルト・ジュースの助手を務め、1900年から1907年の間は王立地質学研究所で働いた。1907年にウィーン大学の准教授、1917年に 地質学の教授となり1934年までその職にあった。1935年から1940年の間はドイツのゲッティンゲン大学の教授となった。ルイドローラと共に個性物学の創始者の一人とされる。著書に脊椎動物個性物学公用などがある。政治的にはナチスドイツの熱烈な支持者であったため、戦後は陰遁を余儀なくされ、 モンドコのアゼにある、モンドーゼで失意のうちに死去した。1985年からオーストリア科学アカデミーは、古生物学に対する顕著な功労者に対して、お手におアーベル賞を設けたが、アーベルの戦前の政治姿勢から議論が起き、2012年に名称の変更が決定された。ありがとうございます。